水素水知ってますかね。以前千葉のオフ会でカズサンド様からもらいました。もらった時正直半信半疑でしたけど、まず一本飲んでみました。次の日なんか楽だったんですよね。まあ、その日疲れてましたので、このよみがえり水 RE 水素水というものをもらったその日のうちに飲みましたね。まあ、そうしたら次の日何か楽、目覚めも良かったですね。もちろん個人差もあると思います。でも私はそう感じましたね。これ水素水、いろいろ勘違いしてる人いると思います。なんかシュワシュワするとか、特別な味がついてる、なんか酸っぱそう。でも残念ながら普通な水の味です。水素溶け込んでるらしいですけど、味としては感じられない。だから普通に水として飲めばいいんですよね。あとこれ水素って非常に気化しやすいですね。コップに注ぐんじゃなくてもうそのまま飲む、そうしないと水素が飛んでっちゃうみたいですね。だからこの容器のまんま飲んでください。一度開けたら全部消費する、それがいいのかなと思います。普通の味ですね。普通の味だから水として気にせず飲めます。元気が出るというとカフェインとかタウリンとかなんかそういうものが入ってる。でも水素水にはそういうのがないですね。純粋に水の中に水素が溶けてるだけ。ちょっと疲れてるなと思う人、美容とかに気を使う人、普通の水ではなくて水素水、ぜひ試してみてください。